こんにちは、ダイスです。今回はフォートナイトのヒカキンさんのマップ、公式のヒカキンエスケープに挑戦していこうと思います。もうやったよっていう方も多いんじゃないかなと思うんですが、私フォートナイトあんまりやってないので、脱出系ゲームで、ね、遊ぶようにして慣らしているんですが、今回のねヒカキンさん公式マップだとレベル1から4まであるらしいんですよね。なんでとりあえずレベル1から進めていきたいと思います。あれ、ギフトとかももらえるやつがある。でもなんかお金で買うっぽいですよね。なんか自動販売機あったし。最初落ちるのか。ちょっと待って、ビートボックス聞こえる。とりあえずなんかみんながいる方に行ってみましょうか。なんかやってるね。アイテム持ってるんだ。買ったんだね、きっと。ん？あ、いたいた。これさ、一回捕まってみたい。一回みんなの邪魔にならないところで捕まりに行ってみてもいいですか？あ、ジャンプできてる。どうなるのかちょっとやってみたいな。あ、大丈夫そう。大丈夫そうだね。これだったら多分ね、邪魔にならなきゃいけるんじゃない？追ってきてくれてる気がする。よし、こうやって進むのね。なんとなく理解しました。周りいないよね。いないね。人がいなかったら大丈夫。おお。右と左で行けそうなので左側行ってみよっか。右側行ってみよっか。さっき左行ったんですよね。左で右手側に行ってみますか。コインあるし、コインたくさん集めたらアイテムもらえますよね。お、いる。こっち側ならいない？いないね。あー、奥に見えてる。奥に手が見えてるからいるんだな。こっちはまだいない。折り返したら出てきそうだよね。ちょっと待って、近くに何かいる。近くにいる。音がするってことは近いんですよね。通り過ぎてきちゃった。どうしよう。あ、お、こっちからも行ける？ん？どっち行くのがいいんだろう。ちょっとね、左右に行ける道になってると、あー、なんかやめた方がいい空気あるな。これやめた方がいい空気ありません？誰かが近くでやられてる。これコインいっぱいあるけど、ちょっと怪しいですよね。あ、人がいる。おー、あー、走り抜けてる。あ、いらっしゃい。こっち側からも来れる道があるってことなんですね、多分。こっちがいいのかな。左がいいのか右がいいのか本当にわからないんですけど、左側気になるから左行っちゃおうか。奥の方なんかね、抜けられそうな気がするんだよね、この辺。よし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 。はい。で、こっちは、あ、高いところがあるな。うん、乗ってたら当たらないのかも。うわー、下側いけますね。ちょっと待って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 、タイミングタイミングタイミングが違う。ちょっとチラってみて。あ、でもこっち側も抜けられそうなんだ。でも奥にも見えちゃってるね。下に行きたいですよね。ソファーの下のところに入れるから。あれ、こっちもある。ん、ちょっと待って、ここから来てないよね。違うとこから来てますよね。私違うとこから来てる。あれ、いっぱいある道。行ってみようかと思ったんですけど、こっち側にじゃあ行ってみましょうか。ちょっと違う方行きます。さっきとね、来てる道は違うはず。ちょっと待って、後ろ怖い怖い。追われてる感じがするのがすごい怖い。いや、でもこっちなのかな。いける。あ、いけたいけたいけた。ちょっと待って待って待って。うわー、ジャンプしちゃった。おー、危ない。奥行けますね。やっぱこっちだったのか。いや、ブンブン言ってる。あ、扉がある。でもあの扉行きにくそう。お、爪研ぎ、猫の爪研ぎだ。うちも猫いるんですけど、こういう爪研ぎが一番あの子たちは好きですね。うちの子たちはシンプルなやつ好きなんで。
ちょっと尖れてる感じしますね。穴開いてる。え、ここ扉？扉いける？待って、ちょっと様子 見ますよ。くるくる回ってるから逆向いた時だったら扉に行けるんじゃない？おお、開けられた。え、で私どこ来たんだろうこれ。全然分かんなくなってるけど、どこに来たんだろう。こっち、ちょっと端っこ行きたい。あ、いない、いないし、アイテム取れる、いないね。こっち側から行こうか。いないんだったら、お、扉がある。ん、行っていいのかな。ブブンブブンって言ってるけど、近くにいるけど大丈夫そうだな。うん、奥にも扉、あそこから出てきたかな。あれ、なんかくるくる回ってきちゃってるかも。ここ違う？あ、生まれた。こっち行ってみようか。まだ生き延びてるので行けそうな方に行きたい。ここ何もない。抜けられない？抜けられそうだけど、いけそうですね多分。こういうタイミングに抜けたらいけるんじゃないかな。いけた、いけた、いけた。で上がっちゃおう。はい、どこにいるのかちょっと分かんないけど、結構くるくる回ってきてるかもしれないですね。おー、近い、近いけど見えてるからなんとか回避ができそうな予感がします。こっちで合ってるのかな。でも一応来れてはいるんですよね。いや、ここ多分違う。あー、こっち行けそう。ん？ん？合ってる？普通に抜けてきたんですけど。お！セーブだ。へえ。こっちから来て、セーブ来て、やっぱこっちだよね。奥の銀色のとこまで抜けるのかな。やっぱりなんか道が分かんなくなって一回引き返してきてみたんですけど、こっちの、お、セーブだ。ここやっぱこっちの道なんだ。いや怪しい。怪しいな。なんかある。あ、扉だ。うわー、なんかソファーとソファーの間があったんですよね。これ言ってもいいのかな。あ、大丈夫だった。こっちがなんかの仕掛けかと思ったんですけど違いましたね。奥のとこすり抜けられるのかな。なんか奥にコインがあるってことはなんか抜けられそうな気がするんだけど、やり方がある。しゃがむ、抜けられる。あー、いけてる、いけてる。おー、びっくりした。道は合ってそうですよね多分。これで、ああ、登れなかった。これでこの奥などうなってんだろう。お、金色だ。あっちまで抜けるのかな。うん、大きいのは多いけどなんか抜けられそうな感じはしますよね。大丈夫そう。やった。え、手、これ無理でしょう多分。あ、矢印がある。ということはあの矢印の方向に何かがある。なんかみんなブンブン言ってる。右側。あ、裂け目。ここ、裂け目ですよね。これだ。お、いや、ここ危ない気がする。なんか下に敷いてあるの色違うもんね。あ、やっぱり下に敷いてあるの 色が違ったので遠回りしてみました。合ってるかな。合ってそうな感じがする。これで逆側に回ってきたことになってる。ちょっと見ますね。あ、全然違うとこだ。え、これ抜けるのかな。真ん中に行けるようになっている。下のとこ入る。ちょっと待って。あ、行ける行ける。で、
奥にみんながいるっぽいんですよみんながいるっぽいから多分こっちに向かうんだと思うんだけど、タイミングなのかな。いやー待って、真ん中までは普通に行ってしゃがんでその後ダッシュかな。ここまでは来れるんですよね。で問題がこの先で、外側を向いてる時に行けばいいんだと思うんだけど、手を見てればいいのか。こう今だ、今みたいな感じの位置だよね多分。手が前だからちょっと手向いて、ここあこっち向いてるけど、いけるいける、あいけたいけたいけた、よかった。なんかいっぱい来てるけど間に合いましたね。あここ何にもないんだ、じゃあこっちか。いや待って下いる、びっくりした、嘘でしょ、そんな下にいるの。いけるのかな。ここ越えた後がやばかったですよ。とりあえず越えて、で問題がこの先のアスレチックエリア上手にね行けない時が多いからあれなんですけど、斜めに走っていかないとダメで、でタイミングを見ればいいんだよね多分。後ろ向いてる、うわ後ろ向いてなかった後ろ後ろ後ろ、よし OK。 はー後ろ向いてる時だったら怖くない。でここもここも距離あるのかな、ありそうな感じ。一気に行った方が良かったのかもしれないですねここで。奥が行けない、あー針だ、トゲトゲは回避、こっち、はい、こういう上がりだったのか。足場は大丈夫、あっちに行くんだよね。おこれでさっきの手の逆側に来たんだね、すごい、くるーって回ってきたんだ、面白い。で多分、間が空いてるとこがあったはず。いまほぎり、あれここもか、ここもダッシュしながらじゃないとダメなんだ。ダッシュ、よじ登るって出ないね。おセーブ、これうわー怪しい扉ある、向こう側扉、あれだけ大きいとなんか罠な気がするんですけど違うのかな。うん間が空いてる、なんか床に書いてある気がするね。え魔法陣奥だね、あっち側行かなきゃダメなの。でもなんかここの端っこって大きい子いるから、ちょっと魔法陣乗ってみます、怖いけど乗ってみよっか。うわあ飛ばされた、え待って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 、怖い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 、後ろいましたよね。おーびっくりした、タイミング合ってただけで何にも考えてなかった。あっち回れないよね多分回れないようになってるんだ、これでセーブ。へえここはあれ右と左でいっぱいいるな、これどうすればいいんだろう。これ壁の脇いけるんですかね、ちょっと微妙に間が空いてるんだけど、あ待って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 、びっくりしたやっちゃった、よしやってしまったからちょっともう一回ちゃんとやりますね。壁縦になってる壁の間になんかね通れそうなスペースがあるんですけど、そこに行ってもいいのかが謎なんだよね。行っていいのかな、入れないんだったらまっすぐ行くか向こう側に飛ぶべしっていう感じだと思うんですけど、どうなんだろう。ん？この間、いやなんか普通に考えたらその間なんか壁になってそうだからこっちな気がするんだけどな。あーダメだね、ってことは壁の脇なのかな、ギリでも行けない感じがする、ぴったりすぎて。壁の脇いけるかやってみますか、ここいける？
わ、いけるんだ。最初から行ってみればよかった。で、これで端っこ、向こう側だね、多分。高さも、いけるか。あ、よし。高さがあると。お、セーブが入った。はぁ、階段だ。わぁ、よかった。ん？なんか怪しい？なんか怪しい感じの音しませんでした、今。何もない。音がさ、あ、行かない。わあ、ジャンプしよう。これか、怪しい音。ここも？あれ、矢印だ。ん？上がダミー？降りてみます。お、段差ある。お、行けた。ん？あれ、お、セーブが入った。びっくりした。ちょっとセーブ箇所多くなってきましたね。いけるかな。ジャンプして高いとこまで上がれれば。お、いけるいける。ん、え、待って、なんか奥が白い。あれ、ゴール？これゴールっぽい気がする。いいよ、いけ。ゴールっぽい感じがするよね。壊れた外に大きいヒカキンさんが出てる。ゴールじゃない？わ、すごー。なんか異次元の空間みたいになってる。うわ、って下、危ない。ちゃんと見ていこう。え、これジャンプして全部足場にしていくのかな。なんか急にアスレチック感が出てるっぽいですよね、なんかね。ジャンプちゃんとしていこう。高さがあるところに行きます。はい。うわー、なんかちっちゃいな、一番最後の。よっ、危ない。あれ、届くかもしれない、これ。落ちても大丈夫なようにして。あ、届きました、よかった。おー、レベル1クリア。はい、ということでレベル1までクリアできました。次回続きからやっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!